西武鉄道の特急車両、ニューレッドアローロゴマーク初代、レッドアロー5000系2代目、ニューレッドアロー1万系1万系の車体側面に描かれている、ニューレッドアローのロゴレッドアローは、西武鉄道の運行する特急列車の愛称、及び同社の特急列車で使用された車両の愛称である。最初にその名を冠されたのは、特急系車両5000系電車であり、 その後継である1万軽電車にもこの愛称は継承されたが、そのさらに後継の特急系車両である001、軽電車には愛称を継承せず、ラビューに変更した。なお、各路線ごとの車内設備、列車の停車駅、詳細な遠隔などは、それぞれの項目を参照。レッドアローの名称は、日本では西武鉄道の登録商標であるため、 他の鉄道事業者は使用することができない。秩父、武蔵、小江戸の列車名は設定されているが、駅の案内やウェブサイトでは特急レッドアルを図書している場合が多い。全列車が座席指定席制であり特急券を別途購入して利用する。なお、パスも利用者や定期券所持者でも特急券を購入すれば利用可能である。 所沢駅で西武池袋線の特急と西武新宿線の特急などで発売している。また特急券のインターネット予約サービスも実施しており、予約した特急券を西武線各駅に設置されているタッチパネル式自動券売機で購入することが可能である。かつてはプッシュ本による予約サービスも実施していた。2013年6月9日からは、 チケットレスサービス、スマズが開始された。これは、スマートフォン、携帯電話、パソコンからインターネットを利用して、登録したクレジットカードで特急ポイントを積み立てて、ネット特急券を購入し乗車できるサービスである。これに伴い、特急電車に乗務する車掌には専用の端末が支給され車内改札を簡略化したことで、乗客と車掌、 双方の負担が軽減された。レッドアローは、池袋線、西部秩父線系統の列車と、新宿線の、省江戸2系統が分離されており、定期列車としては、両線間の直通は実施されていない。三里トレイン特製ヘッドマークレッドアロークラシック、三里トレイン小さな旅、ローズエクスプレスレッドアロークラシック電車フェスタ号、臨時夜行特急武蔵90号、 小江戸92号かつて設置されていた公衆電話座席指定列車であるため特急系車両以外での運転はない。1万系での車内サービスとしては1号車と7号車にはそれぞれトイレ、男性用トイレ、清涼飲料水の自動販売機がある。1号車にはかつて公衆電話があったが NTT ドコモのムーバーサービス終了に伴い2012年3月31日に 廃止された。池袋駅、飯能駅、本川越駅、西武秩父駅には、レッドアロー専用のプラットフォームがある。このうち、西武秩父駅のそれは1973年に、追加で設置したものである。西武鉄道が、通勤用車両を使用して、F ライナーなどの一般列車の総合直通運転を、行っている、東京メトロ副都心線、東急東横線、 横浜高速鉄道港未来線に西武有楽町線経由で特急車両を通し横浜方面へレッドアローを運行する構想がある。2009年に猫パブリッシングより発行された子供向けの鉄道書籍西武大好き P19 での子供からの質問に応答する記事の中において当時西武鉄道の社長であった後藤隆は将来 西部池袋線方面から東京メトロ副都心線を経由して東急東横線、横浜高速鉄道港未来線の横浜、元町、中華街方面に直通する有料特急を走らせたいと、レッドアローの今後の他車線直通を実施したいとの意向を回答した。2014年3月17日付の朝日新聞では横浜方面から反応。 秩父方面への観光需要の換気を目的として、レッドアローの元町、中華街駅への乗り入れの検討を始めることが発表された。乗り入れ先となる事業者のうち、東京メトロでは千代田線で有料特急を運転しているが、東急と横浜高速鉄道は有料特急を設定しておらず、特急料金の制度もないため、料金制度を改定する必要が生じる。その後、 2016年にデュアルシートを装備した通勤系車両の4万系を使用した有料の座席指定列車 S トレーンが2017年3月25日より東急東横線、横浜高速鉄道港未来線に乗り入れている車両面では地下鉄対応車両でないと走行できない区間が含まれるが1万系は地下鉄対応車両になっていない一方で 2019年に登場した0 0一系は正面の非常用貫通扉装備やホームドア対応など東京メトロ、東急、横浜高速鉄道への直通対応準備工事がされている。これらの特急系車両には列車便所が装備されているが、東急では2017年に前述の S トレーンを新規に設定した際に元住吉車区に 列車便所用の資料処理施設を新設しているものの、横浜高速鉄道で計画されている元町、中華街駅構内の留置線ではそれを設置していないため、それらの処理の問題もある。なお、有料特急列車を設定していない他車線に、それを乗り入れる構想のある大手施設は、他にも近畿日本鉄道が、同社の特急の阪神、山陽電気鉄道及び、 大阪市高速電気軌道、中央線への、京成電鉄のスカイライナーの都営地下鉄浅草線、京急への乗り入れ構想がそれぞれ存在する。ありがとうございます。